元気になった今日で。ありがとうね。え、いいよ。全然俺もめちゃくちゃ暇だからさ。そうなの？うん。そうだったっけ？めっちゃ暇。じゃあまた誘うな。うん。飲み行こう。あのさ、ん？一つ最後に。うん、いや、別れたばっかの子に言うかどうか迷ってたんだけど。え、なになに？多分もう気づいてると思うんだけど、うん、端的に言うと、うん、好き、シノのことが。嘘。嘘じゃないよ。そうな？うん、そう。大学の頃から好きだったんだけどさ。シノのタイプと違うっていうのも分かってたし、頭もめちゃくちゃね、悪かったし。いや、そんな、そう。そう、釣り合わないなって思って。で、まあ社会人になって。うん。でも好きな人とかそういうのできなくて、うん、そうなんや。あの時ダメ元で言っておけばよかったなって思って。だからこんなタイミングだけど伝えたかった。こんなタイミングやな。まあシノの理想の人にはなれないかもしれないけど、うん、一番大切にする人にはなれると思うから。だから俺で妥協しないっていう。妥協ね。いや、今のは言い方悪いか。あの、もしよかったら俺と付き合ってください。そのうん、正直ひろきに対して恋心はまだないやけど、ひろきが私のことを思ってくれてるの分かるし、なんやろ、振られてさ、誰かに話したいなって思った時に真っ先に浮かんだのがだわね。うん。だから、これから好きになってみたいなっていうことで、もしひろきが良ければお願いします。え、いいの？お願いします。はあ、よかった。よかったね。全然気とか使わなくていいから、うん、あのもし付き合ってみて心が変わらなければ、あのその時は遠慮なく言って。ありがとう。みんなひろきがありがとうな。いや、わかんないけど。わかんないかい。まあ、あの、とりあえずさ、デートしよう。デート？暇してるやん。いや、こういう飲み行くとかじゃなくて、うん、その、ほら、ちゃんとしたやつ。うん、ちゃんとしたやつね。うん。海とかね。そう、海とか。海とか。うん。
やば。いいですか。聞くなよ。はい。ゴミついてた。ありがとう。キスされなかと思った。いいね。まだかな。俺で遊んでんだろ。遊んでないよ。遊んでんじゃん。バレた。バレるわ。まあ、頑張ります。頑張ります。何を頑張った。それはもう、もちろんキスできるよ。頑張ってください。はい、頑張る、頑張る。ね、うん、ありがとう。こちらこそありがとう。